西方寺は兵庫県丹波笹山市今、田町今田神殿82にある天台宗の寺院。三号は平野山。本尊は三田三尊。回帰は宝道。宝の道七福神霊城会第十四番札所。樹齢六百年のサザンカの寺として知られる。十五世紀後半に宝道により近景三世光寺の達中として創建される。 800年以上、流星を極めるも、源平時代や明智光秀の丹波平定の際の、陛下など、幾度もの最下により荒廃。後に本城坂にあった山門を、現在地に移す。1600年頃には、篠山城主、松平公が、今田周辺の開拓を行うとともに、秦野修二の縁者、秦野源左衛門が復興させ、現在に至る。本尊は三体あり、 木造による三尊立像で、阿弥陀如来、完全音菩薩、静止菩薩からなりいずれも14世紀初頭の作と伝わる。同時期による作である、不動明王は仮殿に祀られ、毎月28日には不動公が催される。樹齢600年のサザンカ1996年よりは、宝の道七福神霊城会第14番札所として、 比叡山延暦寺大国道の三面大国天分身である三面大国天を祭り年6回講師の日に講師会が催される。境内には樹齢600年のサザンカと山と横の樹齢600年のカヤの大木が存在感を示す。サザンカは高さ4.5メートル、東西南北四方にそれぞれ10メートルの枝を張り、今なお樹勢は盛んであり。 毎年11月下旬から1月にかけ薄紅色の花を多数つけ、紅れない一重の名で広く親しまれ、よく手入れがなされている。1994年3月には天然記念物に指定され11月23日にはサザンカ祭りが催される。一方、茅帳は高さ20メートルあり、火災のために間下部に大きな空洞がある。 その実を言って、中身を食べると結核に効くと重宝されたという、正方自害感と周辺形大前景。ありがとうございます。